多分悩むね。悩みどこです。めっちゃいいよこれ。めちゃいい。めちゃいい。ほら。いやテリーさん、土屋さん、実はね、視聴者の方から、うん、こんな要望が届いてるんです。はい、FF 社のね、うん、最速って言われてる、うん、あのシビックタイプあるじゃない、うん、あるじゃないですか。でシビックタイプあるともう一つ、うん、ルノーメガーノ RS も、うん、FF 最速でいつも争ってるじゃないですか。そうだね。二人ともね。そうなんですよ。うん、それをでこれをどっちか買いたいと。うん、あ。ね、悩むとこだね。どっちにしようか迷ってると、うん、でどうしてらいいか教えてほしいと。好みだよ、ね、ですよね。速さは2台ともね世界最速の FF だから、うん、あそりゃそうか、うん、うでそんなにタイム変わんないと思う、うんうん、確かに。まあでもね、うん、それこそあれですよね、はい、ケチャ持ってたよね。これ私の車なんですけど急に今日これ乗ってきてって言われて、まあ、ちょっと昨日洗車行った割に虫ついちゃいましたけどね。いやだからやっぱケイちゃんは車のセンスいいわ。まあおしゃれっちゃおしゃれだよ。いやこれ僕もね実はこれで好きなんですよ。 いいですよね。いやしてこれフランスの方でこれ生産中止、ね、そう今最後のが売ってて。あそうだよ、ね、もうなくなっちゃう。だからちょっとそれでもうプレミアついてきてる、うん、でこちらのねそうそう、はい、これはもうないでしょもう、うん、ない、ね、今ちょっと自中生産そうなのかな。ストップしてる。ストップしてる、ね、だからもちろんねなくなってるわけじゃないんですけども、ただこれは両方とも ねそうなんです。悩むとこだね。で今回ね、うん、エクステリア、インテリア、うん、まあ走行フィーリング、この3つに関してそれぞれ見ていきたいってことなんですね。うん、これ2つともあれですか、マニュアル車っていう。いや違います、これは、うん、なんていうの、AMT オートマ、うん、クラッチのないマニュアル、うんうんうん、まあ、パドルシフトだよね。そうそう、こっちはマニュアルですね。うん、でこれ私に聞くとこっちがいいに決まってるになっちゃうじゃないですか。だからまあちょっとお二人にね聞いてみようかなと思って、うん、まずエクステリアどうですか。まあエクステリア的には、うん、ルノーはおしゃれだなっていう感じでしょ、うん、ですね。でシビックタイプ R はスポーティー、うん、ああ確かに確かにね、もう走るぞっていう感じがスポーティーだよね。テリーさんはどうですか。両方ともそうなんですけども、20年ぐらいするとさらに評価が上がる車だと思ってるんですよ。ですからどっち買ってもいいなと、うん、ださっき、ね、土屋さんが本当イミジークも言った、うん、好みだよね。だフランスの匂いが好きなのか、うん、もうそれこそシビックタイプ R のもうどっちかというと そうですね、ガチガチというかゴリゴリ的な、うん、まあ、昔からある価値観のね、まあ、ホンダのタイプ R って言ったら、うん、もうサーキット専用に作ってるから、はい、速く走りたい人のため、うん、でルノーの方はやっぱりストリートメイン、はい、そうですね。でこの上に2人乗りっていうのがあるから、うん、もう後ろ取っ払っちゃって、うん、それはもうどんぐらいですごい速いんですよ、うんうん、でもこれシビックの方はもう一つ好きなのは、はい、今回のこのモデルからシビックが大人になりましたよね。それはそう、かっこよくなった、うん、そう今まではねちょっとねやりすぎっていうかちょっとねそうちょっと下品な感じがしたんだけど、子供っぽいかなそう子供っぽいみたいなね。でね中もちょっといいんですよこれのね。最近のホンダ車のこのちょっとなんていうのこのねほらそうハニカム、うん、そこ好きね、これいいよね、うん、でこれは実はハイブリッドもあるんですけども、うん、僕はそんなに腕がないんで、うん、正直言ってタイプ R まで行かなくてもハイブリッドのシビックでも十分楽しめるし、まあね、でこれハッチバック的な感じでね、はい、後ろが開くからそうなんですもうなんかいいんですよ。いやかっこいいよ、うん、樹脂とかねうまく使ってすごいこの造形がきますかね。普通にこうシュッと広いですよ、うん、広いよね、うん、でねこれ本当に雰囲気いいんでね。でここの時だけねちょっとウェルタンでもやると、うん、向こうもねフルフラットになるんですよ、うん、でこれがね面白いんですよね。これ横にあ本当普通だったら取り外しなのに、あもう取っちゃいましょう取っちゃいましょうねほら、はい、いいよね。いいですよこれ、これ向こうで行くんじゃないかこれ一発で。行きます行きます。ほら実用性もいいしね。そうこれがねほらほとんどフルフラットでしょ、うん、そうそう。だからここまでウレタンをやると正直言って旅に出れるんだよ。旅旅車中泊。そうそうそう。で本当にこれの僕買いたいなと思って。うん、確かに使いやすい。うん。うん、いやこの、ね、そのね設定がコンフォート、うん、スポーツ。うんとあとプラス R ってあるんだけど、うん、コンフォートなんかは、うん、今までのタイプ R と違って、うん、すごく普段乗り心地いい。あそうですか、うん、でこれマフラー3本出てるじゃないですか、うんはい、センターね。メガネもね真ん中にドンなんですよ、うん、
うん、この色もなんかいいね。そうなんですよ、色綺麗。いやいや、やっぱこのこの RS、おしゃれ、これおしゃれ、うん、ね、あと、ま、これ車街で見ない、見ない、まあ、見ない、まあ見てもなんか青山とかね、大かやめですよね、なかなか見ないよ ね、 ね、そうですか、北千住では見ないですよね。そう、まあ北千住見ない、お花茶屋も見ないよ、どうかな。でもなんかインテリアとかもこれもね、うん、あのハンドルのところにね、真ん中に線とかついていて、うん、なんかちょっとラリー風なね、あ、本当ラリーのハンドル、こういうの巻いてあるの多いんですけど、あ、これですね、そう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 、うん、まあれは分かるってことですね、うん、ね、センターがどこかね、あ、でも滑りにくい生地のシートだったりとか、うんうん、一応まあ走ることは考えつつの、まあでも2ペダルなんで、うん、まあ、割とシックに落ち着いた雰囲気で作ってるよね、うん、そうですね、ね、なんか もう普通にね、ほんと普通だから、これ、うん、それこそ普通に街で横に止まってたらいいよね、はい、うんうん、あ、まあ、お互いにね FX 車ということで、そうですね、はいはい、でこれをどっち買うか、そう、どっち買うか悩んでる、とりあえずこれ試乗してみましょうか、そうですね、あと走りで、はい、ね、はい、じゃあ3人で乗りますかね、うん、はい、はい、誰運転する、土屋さんですよ、あ、そう、土屋さんやっぱプロだもんね、いいですよ、はい、はい、一応これね、RS ドライブモードってあって、これを押すとちょっとモード変わります、おお、さあお願いします、はい、今回は普通走行ですよね、そうですね、土屋さん、はい、普通の方が、あの素人っていうか畑の人で、うん、これ 1.8? 1.8 です、ね、1.8 ターボだよね、はい、これアルピーヌと同じエンジンで、そうだよね、はい、トルクはアルピーヌより出てます、あ、そう、出力は向こうの方が出てますけど、車重は、車重はこちら全然重いです、まあ普通のメガハムだから乗り心地いいですよ、ですよね、うん、ちょっとモード変えようか、うん、これは何、これスポーツモードです、おー、これでなんか吸い付いていきますね、お、いい音してる、これでレースモードです、おー、お、いい音してるぞ、お、いい感じ、いい感じ、どうですか、いや、いい感じ、いい感じ、なかなかちょっとやる気出てきましたね、うん、ね、 1.8 なんだけど2リッターっぽい、うん、いただいてありがとうございます。いい音もいいね。うん、音いい音、いい音。これはなかなかいい。うん、いやいや。土屋さん、はい。いかがでした？いや、これなかなかいいですよ。いいか。はい。いいですか？なかなかね、しっとりしてる。うん。だからこのタイプ R になってくるともっと硬いんですよ。はい。ガチガチで。うん。だけどやっぱりね、うん、これは普通に乗り心地がいい、なるほど、この上のトロフィーはちょっとねガチガチなんで、あれはね、うん、軍曹走るとめちゃ気持ちいい、あ、そういうとこ走るとね、そう、うん、毎日乗るならこれぐらいでいいかなと思って、そうだね、そうだね、うん、だからそうだね、うん、トルクも十分じゃない、嫌いじゃないですよね、トルクもパワーもさ300馬力あるし、
1.8 なんだけど2リッターターボみたいだし、うんうん、さあこのね今余韻が残ってますよね、はい、この感覚のままあっち行きますか、ね、シービック行ってみたいと思います。ここでちょっと座った感じなんですけども、はい、どうですか土屋さん。いやもうめちゃやる気モード、シートめちゃいい。あ、そうですか。すげえいいよシート、うん、もう全体にもうお尻から腰から肩まで、うん、もうほんとしっとりくる。あ、これケイちゃんどう、はい、助手席に座ってこれはね、私だとちょっとシートが大きいかな。大きい、もうちょっとちっちゃくてもいいですね。あとこれほらもともとね、うん、ほらファミリーカーでもあるわけじゃないですか、はいはい、そう僕今後ろ乗ってるんですけども、うん、後ろは全然違いますね。後ろ広いでしょ。広い、はい、まあもちろんねこの天井っていうか、ええ、そこまでのねスペースもあるし、はい、広さで言ったらシビックタイプあるのは、ね、全然広い、まあ、確かに広いですよね、うん、広い。あーこれちょっとあれだな、悩んでいいな、うん、でこれ今ねこれコンフォートね、うん、普通に乗れる、うん、本当に乗れますね。本当にねコンフォートね、これ彼女でも奥さんでも文句言わない、うんうん、ねギャップなんかも全然ゴツゴツ来ないでしょ。いいですね。そうで今までのさ、はい、メイドインジャパンのシビックタイプ R って、はい、本当にこれ普段乗れねえだろうみたいなそうね、みんなやってたんだけど全然違いますか。でした。そうだってもう首がキツツキみたいになっちゃうんだもんこうやっていやだからこのコンフォートがあることによって普段すげえ乗り心地いい。うん、これはどうですか、このコーナーのところの、うん、沈み具合というか、まあ、それはね、ルノーに比べたらロールしないですよ、これロールしないタイプ R だから。で、これスポーツモードね。はい、スポーツモードだとちょっと硬くなる。ああ、確かにね、閉まった感じ。コツコツコツ、うん、これはちょっとシフトとか、うん、クラッチの加減はめっちゃやりやすい。もう本当にそのクラッチも軽いし、うん、シフトフィールなんかめっちゃいいですよ。このあのアルミ削り出しのシフトノブってどうなんですか。ああ、まあ好き嫌いはあるよね。だけど、うん、格好、あ、格好はね、うん、格好めっちゃいい。ちょっとこれからの季節素手だと暑いっていうね。あ、素手は暑いね。素手は暑い。はい、これね、夏に素手で触ると暑いんですよ、ここそうだね、これ一般の乗る感じですから。じゃあスポーツモードから、うん、インディビジュアル、あ、プラス R だ。プラス R は硬くなる。あ、足がね、本当だ、ほんと踏ん張る、ほら急に硬くなった。タイプ R になるでしょ。大丈夫ですか。ちょっとほら大丈夫ですか。後ろはね、フラフラするですよね。めちゃいいよこれ。めちゃいい、めちゃいい、ほら運転してる人はねめちゃいいと思いますけど。いや、めちゃいいよこれ。乗り心地はこのプラス R はほんと硬いんだけど、もう跳ねすぎちゃってんだけど、ええ、スポーツモードにするとかなり、はい、ああ、なるほど。なんかこれスポーツモードね、うん、ちょっとプラス R よりは柔らかいでしょ。そうですね。だけどロールは抑えてるでしょ、うん、あ、そうだね。ね、こっちの方がいいですね。そう、プラス R だとちょっと跳ねすぎだよね、はい、まあ、デートで使うんだったらここまでにしていただきたいですね。
や室内が綺麗、本当にもうさ、もうスポーツするぞっていう、はい、ね、シートから何からフロアマットから、うん、もうちゃんとナンバリングしてありますもん。8号車、8号車、うん、いいね、末広がり8、うん、日本人にしかわからない、そういうことですね。でも本当大人になりましたね、いやシビック、そうシビックそう、うんうん、シビック、今ではちょっと ね子供すぎたよね、ちょっと確かに緊張なんだよね、うん、これはね、これはいい、本当大人だね、うん、でしょ、これはいい、うん、いい感じでしょ、いい感じですね、ね、いい感じでした、そうなんですよ、これはでも悩むとこじゃないですか、うん、俺は悩まないな、悩まない、全く俺は悩まないな、全く悩まない、もうやっぱこう俺はやんちゃ小僧だからさ、うん、これはもう悩まない、悩まない、だってかっこいいじゃない、うん、俺らみたいなおっさんが乗ってもかっこいいじゃない。確かに。1個前だともうなんか、うん、こうでガンダムみたいでさ、前のシルクさんね。だけど俺らが乗ってもかっこいいし、うん、若い人たちが乗ってもかっこいい。確かに。少年の心を忘れない親父にとっては、うん、もう本当にこれは日本の宝。いいですか。いい。ああ。いい。確かに車としてはすごくいい、大人になったシビックタイプある、すごくいい、うん、でも、うん、女の子がこう並べてあって、うん、どっち乗るって言ったら多分こっちですよ、うん、ああそうかもね、おしゃれだもんね、うん、そう、六本木でどっちに合うって言ったら、ああそっか、だから六本木の女の子強いでしょ、強いということは六本木の女の子はこっちかもわかんないよ、うん、あそうかな、うん、まあかっこいいからね、うん、そうなんだよ、うん、これはおしゃれだけどこれかっこいいから、まあ、確かに、確かに、え、女の子だったらどっちに乗ってほしいですか、女の子だったらこっちに乗ってほしい、あ、なるほど、と、うん、ことは今回のね悩み相談はどっちがね、はい、いいですかって言ってるんですよ、うん、だから女の子だったらルノーでいいと思う、うん、でちょっとこうやんちゃな女の子だったら、うん、シビックタイプある、まあそうなるか、え、やっぱりこうさ走りが好きな人は絶対こっち行くと思う、うんうん、純粋にね、そうそうそう、うん、ケイちゃんはどうですか改めて、いや乗るとこの車すごくいいんですけど、うん、やっぱ私はおしゃれさも捨てがたいので、うん、こっちがいいかな、なるほどね、うん、あちょっと安いし、そうちょっと安いんですよこれ、ね、ちょっとだけ安い、コスパがいいんですよこれだって、え、ごめんいくら、だってね 4WS で300馬力で、うん、420Nm のトルクで450万ですよ、うん、もう今ちょっと上がってっからね、ちょっと上がったとはいえ、うん、だからシビックタイプ R より50万安い、うん、そうそうか、だからその50万は2リッターターボ 1.8 ターボの差、うん、あその差だと思う、悩むね、悩みどこですよ、ね、でも俺は嬉しいのは、うん、やっぱホンダがさこう年代を前はこう絞ったよ、20代か30代しか乗れないような格好にしたよ、まあ、ちょっとなんか、はい、ちょっとおしゃれな人はちょっと引いてましたよね、うん、正直言って、あれは乗れなかった、ね、正直でこの形に なって、うん、なんかもう若い子からおっさんまで乗れるっていう格好になって、うん、かっこよくなって、うん、シュッとして、ね、うん、で中身もちゃんとレベルアップして、うん、そうだね、で室内の雰囲気もめっちゃいいし、うん、ね、室内この網網がすごくあそうあれない、網網いやらしい、え、そう、ハニカム、網網って違うものすぐ想像する、あ、まあまあ、六本木だからハニカムね、僕は腕があんまりないから、うん、これのハイブリッドがすごく好きなんですよ、ね、で色もなんか ね、はい、グレー系とかさいろいろあるじゃないですか、うん、まあ、もちろん白でもいいんですけども、あ、そう、あのハイブリッドもそうだし、すっごくいいよね、1.5ターボもめっちゃいいよ、いいんですよね、1.5ターボいいですよね、うん、そうそうそう、1.5ターボ好き、そうだから、うん、俺はあれで自由だなと思っちゃってるんで確かに、でも中に乗っていると広いでしょ、後ろね、後部座席のこと考えると後ろもいいなと思って、ね、まあ、あとはちょっとね、うん、正直言ってもうこれはもうまもなくなくなっちゃう、はい、こっち側にもちょっとねなかなか自重が止まってるということで、はい、ちょっともう少し悩みどころだけど、ね、こっちは早めにしないとあなくなっちゃうんだよ ね、 そうだね、はい、まあ、でもあとでリセール考えたらこっちの方が、まあ、まあリセールこれはね値段が下がんない、うん、まあでもねリセール考えて乗るっていうのもまた ねちょっとねいやらしいよね、そうなんだよ、だからやっぱり好きだからこの色変わんないですからね、そう僕この色大好きです、うん、あそう、うん、まあそんなわけで、ぜひね、悩んでください。はい。車のことならアヘッドモーターサービス。あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。
車買取専門店、改造車買取本舗。高価査定、カスタムパーツ大歓迎。お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。